ずるずる。どうもカピバラ太郎です。毎日カップ麺健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今回はススル TV コラボパッケージの明星札幌ラーメン新元国味噌味2024年8月26日新発売なのだ。皆さんどうもこんばんは。今回も僕の大好物である新元の味噌ラーメンのカップ麺を作ってみるんですけど、でまあみんなも知ってると思うけど、これってスル TV で有名なスルさんがパッケージになった限定商品らしいんですよね。で、まあ、今回も厳しく採点しようと思いますけど、限定商品とか言われると、逆にハードル上がっちゃって、期待外れだったらどうしようかなって感じですけどね。このカップ麺、塩ケアカップとか言ってますけど、要はスープを少なめにして飲料を控えましょうってことですね。塩分気にする人には向かないかも。で、栄養成分チェックですが、エネルギーが457キロカロリー、炭水化物 67.6g、 塩分 8.9g と特に塩分が高めですね。実食ではいただきます。味噌感はしっかりしててとろみもあって確かに美味しいんですけど、正直お店のラーメンと比べるとどれだけ近づけたかっていうと、まあそこまで期待しない方がいいかもしれませんね。麺に味噌が絡んでうまいんですけど、スルさんがパッケージにいるけど、そんなに絡んでないし、ちょっと拍子抜けって感じですかね。めちゃめちゃうまいぞ。ごちそうさま。